少女深田京子、復活も激痩せ、次女綾瀬るか結婚濃厚三女石原さとみ変身復帰20年前とは激変、三姉妹の現在地。ホリプロ三姉妹という言葉がある。女優の深田京子、41綾瀬るか39そして石原さとみ37大手芸能プロダクションホリプロの看板タレントして活躍する。 三大女優を指す言葉だ。三人は事務所に入った時期も近かった。深田さんが1996年、綾瀬さんが2000年、石原さんが2002年です。当初はフレッシュな若手女優として、現在は演技力も抜群で成熟した大人の女優として、三人とも20年以上トップランナーとして芸能界に君臨していますよね。ワイドショー関係者。 三人は今年も目立つ活動を見せている。深田は12月13日公開の佐藤健35と長野名24のダブル主演映画、働く細胞のメインキャスト。綾瀬は11月8日公開の映画、ルートナインの主演が控えている。石原が重要なポジションで登場する三島ひかり38主演の映画、ラストマイルが、 8月23日に公開されたばかりである。顕著に見える仕事の一方で、私生活をめぐっては三者三様に大きく揺れ動いているという。三人ともこのところ、結婚、交際の話にまつわる話が目立ちますよね。まず長女である深田さんは、長年交際し、結婚も視野に入っていたとされる。個人資産100億円とも言われる実業家で不動産投資会社、 シーラテクロノジーズの杉本博之会長47と昨年末に破局していたことが明らかになりましたよね。全土深田と杉本氏は2018年秋頃に交際をスタートさせ、長く反同性生活を送るなど結婚前提の真剣交際だったとされる。21年5月に深田が適応障害で芸能活動を休止した際にも、 杉本氏が献身的に支えたといい、その会あって同年9月に深田は無事に復活していた。ところが、二人は23年末に電撃破局。杉本氏はスポーツ紙にお別れしたのは事実です、と認めているほか、今年は杉本氏と女優西内まりや30との交際、6月とスピード破局、8月報道もあった。深田さんをめぐっては、 激痩せも話題になりましたよね。深田さんは肉付きが良い健康的なスタイルでも人気でしたが、8月20日にインスタグラムに投稿した写真では、鎖骨が浮き出ていたり顎のラインがシャープになっているなど、かなり細くなっていて心配の声も出ていますね。これは杉本氏との破局のショックということではないようで、ダイエットのようですが、どう深田は現在、 芸能活動はできているものの3年前の病気の影響もあるのか、急なスリム化など不安定さも感じさせ、かつてのようなドラマに CM に出ずっぱりで元気いっぱいというような状態ではなさそうだ。次女である綾瀬さんは、今年7月24日に人気グループストーンズのジェシーさん、28との真剣愛が報じられて、大いに注目を集めていますよね。 これまで、綾瀬さんは2010年6月に大沢かおさん56、15年1月に松坂通李さん35、20年1月には韓流俳優ののみぬさん38との交際が報じられてきましたが、いずれも事務所は完全否定していた。それが今回は交際を半ば黙認しているような回答をしていることから、いよいよ綾瀬さんもゴールインか、 とざわつくファンも多いですね。どう、ジェシーは、綾瀬との交際を堂々と認めているほか、交際は結婚前提という恋愛観を以前から雑誌インタビューなどで公言してきたことで知られる。また、ジェシーは10月クールに主理、33主演の連続ドラマ、モンスター、フジテレビ系にメインキャストで出演するが、ジェシーが、 反動性をする綾瀬の自宅で役者の大先輩である彼女から演技指導を受けることもあるという報道もあった。一部では結婚を機に綾瀬さんが事務所から独立するのではという説も報じられていますね。綾瀬さんの熱愛についてはこれまで所属事務所が鉄壁でガードしてきた。それは 彼女が多くの一流企業の CM に出ているから、ワイギジにならないようにというのがあったとされますが、そのことによって同時に、綾瀬さんが結婚に向かうのも簡単なことではなかったと言われてきました。しかし、綾瀬さんも来年3月で40歳。事務所が恋愛、結婚を止められる年齢ではないですよね。そして、綾瀬さんとジェシーさんの交際をめぐって、 フジテレビで計画されているとされる、綾瀬さんの新作ドラマが2点3点してしまっている、という報道もあります。前室のワイドショー関係者。綾瀬は2025年4月クールにフジテレビの月9ドラマ主演を務める方向で、調整が進められていたという。ジャンルは大人のラブストーリーが考えられていたが、 現実に交際報道が出たことで受け入れられない視聴者もいるのではないかとなり、企画が固まらない、そんな裏側が報じられているのだ。ジェシーとの熱愛で大きく揺れている綾瀬の一方、三女である石原さとみは、石原さんは三姉妹で唯一の既婚者であり、母親ですよね。20年10月に一般人男性と結婚し、 23年4月には第1子の出産を公表し、現在は育児と両立しながら、女優業も本格的に活動を再開している。母親になったからこそ演技に深みが出た作品もあり、役者としても変身、新しい扉を開いたと言えそうです。全同。石原は5月17日公開の主演映画、ミッシングにて、幼い娘が失踪してしまった母親を熱演。 石原にとって出産後初、1年9ヶ月ぶりの女優復帰作だった。映画ミッシングでは、石原さんが、子を持つ母親なら他人事ではいられない、直視できない悲痛な演技を見せ、話題となった作品です。憔悴した感じを出すために、髪をボディソープで洗ってボロボロにしたことを明かしていて、身体を張った役作りをした作品でもあります。